おはようございます。香織です。今日は量子式の中の、ミクロとマクロという、その対極にある2つをもつれさすというようなテーマでお話ししてみたいというか、どこまで言語化できるかのチャレンジでもあるのですが、ミクロの世界を感じ取るその嗅覚みたいなのがだんだんこう鋭くなってくるのではないかな、その量子意識を意識していると、あとは通常モードで量子意識が稼働していると、この、視点が繊細になってくるよねっていうことをなんとなく感じていて、それはね、両方の世界を同時に見るというのが量子意識で、ミクロを見ているということはマクロを見ているということであり、マクロを見ているということはミクロを見ているということであり、でも私はどちらかっていうと、そのミクロの世界に対する興味とか憧れがもう人一倍強いのは、なんか自分でも分かってたんですよね。とにかく、ミクロの世界っていうのは言い換えると、見えない世界でもありますよね、で、見えない世界をまた別の言葉で言い換えると、意識の世界でもあり、やっぱりその意識世界の探求をしたいという、なんかその願望が強くて、で、勢いこのミクロの世界にものすごい興味を持つっていうね、どうなってるんだろう、どうなってるんだろうと、見えないだけにその興味関心とかが、かきたてられるというね、でも実際ミクロは見えないわけですよね、だからミクロの世界を知る手立ては、一つにはその感覚を研ぎ澄ますっていうのが一つの手段かな、あとはマクロを見ていればミクロも見えるであろうと推測して、ミクロを予想する、だから宇宙は全てフラクタルとか、その相似系とか、その構造になってるかなと思うんですよね、だから同じ形のものがこういりこ状に大きいものから小さいものまである。だから目に見えるマクロの世界をよく観察してみれば、これがミクロでも起きているのかなという推測につながるというね、でもね、そのマクロからミクロを推測するという、そこはね、まだ私はね、うまくいってません、ね、で、今日はちょっとね、ミクロというところだけに集中してお話ししたいというか、その感覚を研ぎ澄ますみたいな、それってどういうことかってね、例えばその一枚の絵を見て、そこに込められた作者の思いとか、思想とか、その美意識とか、それをこうどこまで感じ取れるかっていうのも一種ミクロ視点かなとね。で、エンパスって呼ばれる人ってね、いますよね。そのエンパスの人たちは、とにかくこう他人の、感情が、共感してしまうっていうか、こう分かりすぎてしまう、なのでそのエンパスの人も一枚の絵を見ると、その作者の思いもこうババーンとこう自分に迫ってきて、でね、ちょっと疲れちゃうって言いますね。エンパスの人はあまりにも他人の感情が手に取るように分かってしまうので、確かに人中に出たりすると疲れちゃうんだろうなっていうのはなんとなく想像できますよね、だから時々その鋭い感覚に、蓋をすることも時には必要かもしれないですよね。でも私はエンパスではないので、むしろエンパスの人に憧れるというか、その繊細な感覚はそのミクロの世界を観察する視点にもつながっているので、
私はね、こう繊細な、こう細かい感覚に、まあ、憧れるっていうタイプですね。まあ、どちらかというと大雑把なタイプなんでしょうね、私はね。はい、でとね、これに関係あるのかどうかね、昨日なんかふーっと思ったことっていうか、思い出した人がいて、それは私の整体師時代のお客さんの、まあ、A 子さんとしますね。で、A 子さんはね、もう一人のお客さんの紹介で来店してくださった方で、まあ、紹介ってすごく嬉しいんですよね。信頼してもらえないと紹介してもらえないので、紹介していただけることはね、もうすごい嬉しいことでした。で、A 子さんのお友達、つまり私のお客さんは、優秀な方で、その A 子さんも紹介者の方も優秀で、どこかの省庁にね、勤めてたお知り合い同士なんですよね。うん、で、その A 子さんは当時、50歳くらいだったかな。で、難病をお持ちで、もう生涯その難病と付き合っていかなければいけないというお話をされていて、で、あとは A 子さんはその、介護の、親の介護の必要にも迫られて、自分所有のマンションを、から引っ越して、その親元に A 子さん引っ越したので、そのマンションを賃貸に出したそうです。で、そこでに若い夫婦がその A 子さんのマンションを借りて、そこで子供が生まれましたという報告を A 子さんは受けて、こうすごく嬉しそうにね、私のマンションで赤ちゃんが生まれた、この命が生まれたってことがもうすごく嬉しいと、本当に嬉しそうにお話しされていて、で、A 子さんは独身で、こう自分の病気もあり、親の介護もありで、ちょっと先細りするようなね、人生に見えたのですが、でも、いじけたりね、人の幸せを羨むことなく、自分のマンションで赤ちゃんが生まれたことを本当に喜んでいる A 子さんって、なんかこう素敵な方だなと思ってね、見ていたのですが、で、 A 子さんはね、が言ってて、私が気になった言葉は、私はもう鏡を見ませんとね、だからこの容姿の衰えを見たくないとね。で、多分 A 子さんはね、こうすらりとしていて、顔立ちはとても綺麗な方だったので、まあこう美しい方だったのだろうなっていうことは想像できて、まあそれだけに容姿の衰えを感じやすいかもしれないですね。もともと綺麗な方ってね、で、私はね、その A 子さんがもう鏡を見ませんと言ってた言葉を時々思い出してたんですよね。でも一見ちょっとこう寂しそうな言葉でありますよね。で、病気で親の介護もあり、独身で、容姿の衰えを気にして鏡も見なくなってしまった A 子さんのことを時々思い出すんですよね。ああ、今病気はどのステージにあるのかなとか、 A 子さんの何どうしてるかなと時々気になり、で、その A 子さんがね、気にしていたことは私も共通して気になっていたというか、その恐れみたいのがあるなということに昨日気づき、それはね、明日以降、はい、お話ししてみたいと思います。はい、最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。